夜大きいハウスに入れてて、夜じゃないや、昼間大きいハウスに入れてて、お、最近だよ。これが昨日と今日の、これが今朝ので、今結構あのペットボトルの蓋で遊ぶんで、ペットボトルの蓋を餌の中に入れて遊ばせてるんですけど、うん、今日ほとんどペットボトルの蓋の中にうちが入っちゃったのか、そうなんですか見えるのはこんだけしかないんですけど、やっぱ夜はそういう感じで、あ、これも夜か、でもこれは昨日の夜、柔らかいけどこっちの方がいい、あの、緑が濃いよね、うん、これの方がちょっと見えるよ、そうか、昨日のあれを持ってて、でこれ勝負します、昼間は黒くてポロポロいっぱい入ってる感じで、あっとこぼしちゃった、ごめんね、よいしょ、あれがこれが今日で、これが先週、おちゃん、お、33、そうですね、夜測ると33になって、はい、そのは、あ、入ってますね、30% ぐらい入ってますね、触ってみます、入ります、これが 30% ぐらい入ってますね、はい、じゃあ点眼します、よし、はい、じゃあ津山さん光線照射当ててもらっていいですか、はい、この中も柔らかい、体重が増えればもっといいけど、まあ、とりあえずも 1g 増えてるからいいよね、はい、そうそう、パインちゃんとちょっと時間がずれたね、めっちゃピコちゃんのこと言ってたから、本当ですか、ピコちゃん、パインちゃんに会いたかった、ピコちゃんはそうでもないけどね、パインちゃんがやたらピコちゃんのこと好きだからさ結構あの思わせぶりなとこがあるんで、内心まんざらでもない、まんざらでもない、思わせぶりなんだで、こあのまた調子良かったら1週間後ね、はい、で次回、まあ、体調悪くなければ抗寄生虫薬をつけさせてもらいますね、はい、お願いします、すごいあの鳴き声に張りが出てきたっていうか、それとあれは吐き戻しは、はい、吐き戻しはないんですよ、元気だったけど、あ、元気で昨日戻しはない、おとついかちょっと少しだけペッて吐いた感じがあったんですけど、前みたいなドロッてした感じじゃないので、毎日喋ってんですね、毎日喋ってますね、毎日それは元気に喋って、朝一の環境温度は25、朝一の方が暖かいんだ、あー、これは夜はこの中に入れてて、で昼間はそれで朝見るとそれぐらいの温度なんです、そう、昼間は大きいハウスに入れてて、まあいいですよ、ここが一番冷える時間帯だからさ、ここが28とか9とかあればとってもいいですよね、あの先生に教えてもらうと、お湯を中に入れてやってたんですけど、うんうんうん、そうすると湿度が一時的に80いくつとかになっちゃって、うん、それはいいですよ、それがいいんですか、でまた外せば普通に戻るから、でそれで温めるとすごい持ちがいいっていうか、うん、だから28とか29とかの時はその温かさが残ってる、はい、了解です、やっこちゃん頑張ってね、やっこちゃんは4歳、ただ昼間がないな、これマックスはあのお湯を入れた時、うん、すごい、うん、そう、お湯入れればさ80、90になりますもんね、湿度はそんなに上がっても大丈夫なんですか、大丈夫です、ずっとそれじゃしんどいと思うんだけど、うん、たまに乾燥したよりはちょっと湿気があった方がいいで、うん、あのなかなか鳥はね、体温が下がるから吸入は しづらいんだけど、はい、あの吸入とかすれば湿度なんても100%ぐらいになります、ね、あ、そっか、じゃあいいですね、うん、一時的では、で鳥でもあのあんまりあの頭炎、鼻炎、要はくしゃくしゃとかさ、うん、呼吸の苦しい子は吸入をちょっと1分間ぐらいだけやるんだけど、そうなんですね、じゃあいいのか、湿度高いのは早期に死んでください、湿度低い時は30度切っちゃったりとかしてて、そう、その時にちょっとなんか、まあ、お湯じゃなくてもさ、なんか湿り気のあるものをちょっと、うん、はい、タオルとかね、置いていただけるといいですね、ありがとうございます、なんかね、100均ダイヤ、うん、戻しましょうか、はい、なんだっけあれ、ホームセンターかなんか、なんかこう棒を立ててなんか湿度を出す、ああ、ありますね、わかります、はい、濡らしとくやつですよね、そうそうそう、あ、そっか、あれがいいのか、あれがいいとかって患者さんが教えてるけど、私ちょっと実物見たことないからわかんないんだけど、あ、なんか布、いやいや、紙があってビローンってなって、うん、机に置けるやつ、そう、なんかそんなのがあるのか、ちょっと探してみます、うん、いろんなものが
帰って。その人もこういう箱に入れてやってるから、はい、そんですぐ行けますよとかちょっと教えてくれます。患者さんの方がすごいんですよね。いろいろな、そうそうですね。うん、あのアドバイスといろんなものを見つけてくれるから。はい、じゃあお薬ね、はい、ご用意いたします。お願いします。